微妙に重い、最高。ちぇちゃん、ちょっと気を利かせてさ、ちょっとだけでいいから頭を浮かせてよ。もうそんなことしたら枕の意味ないよね。しかも首だけ太くなってバランス悪くなっちゃうねえ。バランス良くなるんじゃないかな。かりんちゃんなんか言った？いや何も言ってないよ。ちぇちゃん30分交代だからね。もちろんだよね。ファーイ。